皆さんこんにちは。ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今日は中国シリーズの3回目というわけで、早速ゲストを紹介してください。はい、講談社特別編集員の近藤大輔さんです。よろしくお願いします。そしてレギュラーコメンテーターで数量政策学者の高橋陽一さんです。高橋さん、よろしくお願いいたします。近藤さん、よろしくお願いします。さて、今日はあの中国ね、これからどうなるのという話をしたいんですけども、そのちょっと取っかかりでですね、最近私も自分のコラム書いたんだけど、あの蔡社さん、元中国共産党党中央党校の教授で、今米国在住、まあ亡命したっていうふうによく報じられるんですけど、私が確認した限りでは亡命したかどうかは英語情報ではちょっと確認できなかったんですよね。あ、そうですか。だからそういうふうに聞いてますけどね、私も。あ、そうですか。まあ亡命ってよく言われてますけど、まあそこはちょっとさておき、でその蔡華さんがですね、注目されるのは昨年6月に、実はあの中国コミュニティ、アメリカの中国コミュニティで講演されたその内容が、まあ非常に衝撃的だった。つまり中国共産党っていうのは、まあ潰れると、それで習近平っていうのはマフィアのボスだと、有名になりましたよね、マフィアのボスだというようなことを言ってですね、それがあのネットに紹介されて、英国のガーディアンがですね、それをあのこれはすごいっていうので彼女にインタビューし、まあそこからまあ非常に注目されたと。でその方があの最近フーバー研究所からまあ論文というかエッセイを、これでエッセイを出されて、で実はね、その最初のきっかけになった昨年6月の講演の中でね、非常に私が面白い、これこそが本質だなと思ったのは何かというと、中国から逃げる人はもうみんな逃げてると。彼女自身もそうなんだけど、要するに何て言ってるか、こういうふうに言ってるんですね。今や中国の起業家は金儲けについて何も語らない。誰もが関心を抱いているのは自分の安全だ。安全だ。自分の生計を守るために中国を脱出して資産を海外に移す手段がある人はとっくにそうしている。金持ちが逃げられる人はもう逃げている。後に残ったのは何が残ったか。血に染まった赤い党のエリートと移民の手段など持ち合わせていない膨大な数の貧しい人々だ。残ってるのはこの二人のグループだけ、エリートと貧しい人だけ。逃げられる人はみんなとっくに逃げたんだと。そんな国に希望はあるのかないと。これが彼女の講演なんですよ。だから前回話した、要するに逃げられる人はもう逃げてて、残ってるのはもう貧乏人ばっかりっていう、まあ高橋さんのご指摘。いや、私は香港で言ったんだけど、香港で言ったんだけど、でもそれは香港でやって、であの起こってることっていうのは中国本土でも起こってるっていうことじゃないですか。まさにそれなんだよね。私はそうは思わないですけどね。思わない、ちょっと言って、それお金持ちいっぱい残ってますよ。あのだってあの IT 企業だっていっぱい残ってるじゃないですか。アリババだってテンセント、ファーウェイ全部残ってるじゃないですか。それはさ、言ってみれば、その赤い党エリートの一軍だからでしょ。違うの。だって、アリババだってテンセントだって、まあはっきり言って、共産党に救って、生き延びていって成長してきた会社でしょ。まあ、中国でその共産党を敵に回して生き残れる企業ってないですね。あるわけないよね。ないですね。それはそうです。あの中国とあのこれ中国ビジネスやった人は誰でも知ってる話なんですけど、うん、あの中国企業と契約書を交わすとき、日本企業はですね、必ずこの何ていうんですかね、その特定条項っていうのをつけるんですよ。うん、日本はそのあの地震ですね、例えば大地震で東京の本社が崩れた場合とか、それがこの特定のその条項なんですよ。その面積できるわけです。面積条項ですね。で向こうは共産党の指導が入った場合ってなるわけですよ。だから大地震と共産党の指導が並列になるわけです。はいはい。で共産党の指導が入った場合はどうなるの？いやだからそのあの免責ですよ。この契約書を保護にしていいわけですよ。っていうことは共産党の指導でもうこの会社は共産党がいただくよって言ったらもうそれで終わりと。まあ、いただくよってそんないい会社だったらいいんですけど、なんかでこう やられる場合があるわけですよ。でやられたらその潰れちゃうじゃないですか。そしたらそのあのもうその契約書は履行しなくていいってことです。高橋さん、そういうことだよね。私そんなの昔から知ってたから、あの中国進出の人にいろんなこと言いましたけどね。あのね、もうちょっとそれじゃないにしても共産党委員会作れってのはこれもうマスコミで有名になっちゃったでしょ。だから要するに普通の私企業の活動は無理ですよと。あの自分の日本、あのなんか日本とかアメリカみたいに、あのマジョリティ取って支配権とかね、そういう概念はないわけですよね。だからそれ言って
ておいたんだけど、でもそこに気がつかないか、別に大したことないと思ってた人がたくさんいましたけどね。まあ、取られてもいいと思ってんのかな。いや、それじゃないんだな。要するに感覚わからないんですよ。いや、というかね、やっぱりうまみが多いんですよ。私ね、北京に行った時ですね、中国日本商会っていう、日本人の、日本企業の団体があるんですよ。まあ、日本企業の経団連みたいな団体。でそこで、私、まあ、入ってましてね、毎月1回出てたんです、そういう、コンテンツ部会の僕が部長やってたんで、出てたんですね。ただそれで出てるとね、その毎月その近況報告を一人ずつやるわけですよ、ちょっとずつ、そうするとね、その声を上げるのはね、なんかその損した人ばっかりなんですよ、で儲かってる人はね、じっとね聞いて、まあぼちぼちですとか言ってるわけですよ、でその儲かってる人はねの方が多いんですよ、だってそうじゃなきゃもうとっくに逃げてますから、みんな。儲かるんですよ、中国ビジネス。儲かる儲かるって言うけどさ、中国が外資規制があるから、それを円転あれはドル転して日本に、あれはアメリカに完全には持ってこれない。完全には持ってこられないですよ。みんな結局再投資するしかないじゃない。そうなんですけど、今そのこのコロナ禍で言われてるのは、やっぱり中国がいいよねってことなんですよ、中国。なんで？要するに見てください、東南アジアにみんな移ったじゃないですか、ミャンマーがブームだって、ミャンマー行って今どうなってますかってことですよ。じゃあタイに行った、インドネシアに行った、みんなコロナでやられてるじゃないですか、で中国は完全に製造業残ってますから、やっぱり中国はいいよねって今、いやこれビジネスやってる人の常識ですよ。いやこうそういう発言するからね、中国共産党の味方なんじゃないかって言われるんだよ。はい、どうぞ。お二人にお聞きしたいんですけど、1万ドルを高橋さんなんか超えないって言うじゃないですか、共産国だから。だからその限界あるよって、発展しないよっておっしゃるんですけど、ロシアより今の中国は取引先が世界中にあって、ビジネスいっぱいやってて、だからまだまだこう、なんていうか原資っていうか商売する元手があるっていう特殊な国なのかなと思って、まだなんか倒れないんじゃないかなって思うんですけど、どうですか？ちょ、じゃあ高橋さんから行こう。どうなんですか？国？いや、わかんない。いや、それだから、要するに、全体主義とかね、社会主義見たくなると、自由な話っていうのはなくなるからで、そういうとこから全部出てくる話なんだよね。それで、今までの歴史的事実では、まあ、そういうのはなかった。ということは、結構まともな話、まともなね、まあ、データから見ると、それはやむのは難しいでしょって言ってるだけ。だから、それはなんか違うような話が出てきたら、従来の、まあ、理論にね、いろいろと修正加えなきゃなるかもしれないけれど、まあ、そのとちょっと考えてみると、その理論の中でソ連は潰れましたねっていう話があったわけね。それで対外取引がすごくたくさんなっても、まあ実は今回でいろいろと何て言うかな、民主主義体どうのこうのって言ってるから、だんだん締め付けきつくなるでしょ。でそういうのでだんだんね、なんか理論っていうで予想してたのが近づいてるかなと私なんか思うんだけどね。私はそうは思わないですね。梅宮さんおっしゃる通りで、その中国というのはですね、これまでのあらゆる経済統計が計り知れない国だと思うんですよ。だって14億があれだけ成長してるって、人類史上過去に例がないわけですよ。だからその過去 その日本がどうだった、韓国がどうだったとかですね、そういうのがこの通用しない世界になってきてるんじゃないかと。だからその、前も申し上げましたけれども、中国に興味が尽きないんですよ。実験国家やってるわけですよ。なるほど。あれだけのこの社会主義が本来生き残れないんですよ。じゃあ、こういう李克強が言った通り、中国の大多数はみんな貧乏人だと。もうズバリ言っちゃったじゃないですか。もっとね言ってたのは、私温家宝首相が直接演説で聞いたことあるんですけど、中国というのは1割のヨーロッパと9割のアフリカだって言ったんですよ、温家宝首相が。いや、これいい言葉だなと思ったんですけど、今ヨーロッパ増えてるんですよ、アフリカより増えてる。あれもう15年ぐらい前ですから、ヨーロッパ型もう金持ちの方が増えてきてるんですよ。でも李克強がこの正直に言った通り、習近平が言ってるほどね、中国豊かになったわけじゃないと。いや、それはそう思いますよ。それはそう思いますよ。それは李克強の方が正しいと思います。正しいね。ええ、さて、そこでね、もう一つ紹介したい、その雑賀さんじゃない人の話なんだけど、それはね、ちょっと出してもらうかな。ロジャー・ガーサイドさんっていうイギリスの外交官、元外交官だな。この人がね、チャイナ・クープっていう、まあ、中国のクーデターっていうね、本出されたんですよ。これね、フィクションなんです。フィクションなんだけど、もう出てるデータ、要するにいろんなデータは全部本物。それから登場人物も全部実在の人。だからフィクションなんだけども、
ある種この全部事実に基づいて書かれているので、まあ、とっても面白くて私も今読んでるんですけども、うん、これ中国のクーデターが起きる、まあ、要するに中国がどうやってこう崩壊するかっていうと、うん、クーデターで崩壊する、うん、その時の主役、うん、それは今話の李克強、うん、それとワンヤンっていう、ワンヤン、ワンヤン、オウヨウっていうんですか、ワンヤンっていうんですか、政教主席ですね、はいはい、それから、まあ、この二人がね、まあ、李克強がそのワンヤンに相談して、うん、お前もそう思うだろう、こんな習近平たちはもうダメだよねって言って、で、意気、同意してですね、それで、この二人が王岐山、王岐山副主席を巻き込んで、この三人が中心になってクーデターを起こすっていう、こういうストーリーなんですよ。で中国は要するに内部分裂クーデターによって倒れる、これは結論なんですけど、これどう思いますか。いや滑稽だと思いますね。滑稽ほらこういうことを言うから習近平はやっぱり中国だって言われる。いやいやいや、そんなだって李克強とですね欧陽にそんな力があったらですねもうとっくにやってますよ。だって李克強はそもそも癌なんですよ。もうあと1年半の任期をですね無事終えられるかどうかっていうところでですねもう大変なんですよ。1年に1回じゃあ3月5日のですね政府活動報告、あれ2時間演説できないんですよ、もう体が弱くて。だから今年半分縮めちゃったわけですよ、うん、もうとてもですねクーデターなんてですねそんなエネルギーはない、エネルギーない。それから、うん、王陽ワンヤンですね、うん、ワンヤン、李克強と王陽がですね習近平ダメだよなってこう陰口叩いてると、うんうん、ここまではねなんかいかにもありそうなシチュエーションありそう。だけどそこからそれをクーデターに持っていくっていうのはね、うん、これまた別の力がいりますから、うん、これは絶対できてないと思うんです、うんうん、なるほど。だから王陽もね、うん、割と彼はねあれなんですよ、安徽省でね、うん、割と苦労して育ってる人なんですよ、うんうん、だからその口ではその文句は言ってると思いますよ、うん、その文句垂れてると思いますよ、うん、それは非常にもうなんか見えるようですけども、うん、だからそうかといってね従わないかというと従うんですよ。なるほど、ええ、大木山はどうですか。大木山もねだからもう今や全然力がないですね、年取りすぎちゃいましたね。だから習近平とその一時その蜜月でやってたわけですね、うん、1期目の習近平政権で、うんうん、でその後ちょっとこう2人がこうぶつかって、うん、それでそこからそのやっぱりナンバーワンとナンバーツーぶつかるとですね、うん、ナンバーワンの方が絶対強いわけですよ、うんうん、日本の会社でもそうじゃないですか、うんうん、でそうするともうそこでやられちゃった感があって、うん、そこからはもうなんかそのなんていうんですかね、今余生を生きてるっていうイメージですよ、うん、じゃあ分かりました。じゃあちょっと別な角度、うん、で、まあ、政治のね主役っていうか物語の主役は、まあ、この3人なんですけども、社会的な背景、それについてもこの方はちょっとコメントしてて、一つはねキリスト教、うん、宗教なんですよ、はいはい、で宗教のプロテスタントとそのカトリックがあって、まあ他にもイスラムとかいろいろありますけど、ご存知の通り中国共産党が公式に認めてるのは一つの団体しかない、完成の、プロテスタント、完成の、クリスチャンっていうね、まあこの二つしかないわけですけども、カトリックしかないわけだけども、それ以外のその完成じゃない人たちの間にもね、要するに中国が社会全体が非常に監視されて弾圧を受けているから、うん、そういう宗教に救いを求めるっていう底辺の人たちがいっぱいいる、うん、まあ、それはキリスト教法輪功がありますね。そう、法輪功、法輪功、まさに法輪功、うん、法輪功もそうだと、うん、でそういうのが一つの社会的な暴発のエネルギーになるという見方なんですけど、ここはこれは歴史的には確かにあるんですけれども、うん、やっぱりその経済が相当落ち込んだ時ですよね、うん、で今はその時じゃないと思いますね、うん、あとやっぱり今の若者たちのもう一人っ子世代で、うん、革命やるぞみたいなパワフルなとこないですから、うん、そういうのは今そういう気配はないですよね、はい、なるほど。高橋さん、この中国がね内部分裂、まあ、クーデターのような内部分裂によって、まあ、壊れていくっていう、こういう見方については高橋さんはどう。内部分裂はやっぱり経済の話なんでしょうけどね、最後はね。だからそこがさっきの私の言った、まあ、なんていうかな、社会法則っていうのがね、貫徹すると、なかなか、今後10年ぐらいのスパンで見るんだけどね、10年とか15年のスパンで見ると、なかなか大変になっちゃうのかなっていうふうに思いますけどね。だからそこが、多分、
ずっとこのまま行くというふうに思うかね、うんうん、私みたいな社会科学の理論でちょっと限界があると思うかの違いなんでしょうね、うんうん、だからこれはもう先の話だから気持ちが結構入ってると思いますよ。あのね、なんでね私こんなあのペーパーにね、まあ、あのサイカもこのガードナーも興味持つかっていうとね、うんうん、まあこれもこの番組で私は散々言ってんだけども、サイカ論文面白かったですよ。要するに私はほら学生青春左翼の世代だから、その経験から言うとね、うん、やっぱり左翼政権っていうのは逃亡と裏切りと内ゲバで壊れると、はい、これはもう世界一般理論なんだと、で逃亡はもう前回以来言ってるから、もう香港でも50万人、これから50万人、まあ、中国でもね、もう逃亡始まってる、で裏切りだって、まあ始まりつつある、もしかしたらスパイのナンバー2が逃亡した、そうですね、亡命したんじゃないかっていう話もあるでしょ。だからやがてこれが内ゲバにね発展したって全くおかしくないよねって、私なんかすごい実感を持ってさ、あのさっきのね、あのそのあのガードナーさんでしたっけ、はいはいはい、あの人の小説との延長で言いますとですね、うん、その李克強応用ですね、この人共生団のグループと言われてて、うん、胡錦涛派なんですね、うん、でこの人たちが今もう大事にずっと育てた胡春華っていう副首相なんですよ、うんはいはい、うん、で彼がそのまあ次首相になるかどうかっていうところなんですけど、うん、この習近平総書記の本音としては首相にしたくないと思うんですよ、うん、だって自分より10歳若くて、うん、敵対はい、でものすごく優秀で第二の鄧小平って言われてる男ですよ、うんうん、でこういうのがやっぱりつくとですね、うん、いつもうこっちの方がいいじゃんってことになるんですから、うんうん、でももしですね彼がその首相にならないと、うん、そのさっき言ったようなですね、その中国共産党のこの悪い部分っていうんですか、うん、その暗い部分がね出てくると思うんですよ、うん、あの偶像崇拝に走るとかね、うん、あの要するに毛沢東時代の後期みたいな感じですよ、うん、文化大革命とか大躍進とかですね、うん、ああいうことが起こりかねないと思うんですよ、うん、そこは見ていかないといけないと思うんですね。なるほど、今胡春華でしたっけ、はいはい、胡春華さんについてはあの、ね、現代美術のコラムでも、まあ、お書きになって、まあ、非常に優秀だという話だし、それから毛沢東体制 の, その最後の壊れ方っていうのはもう残滓は、まあ、今言及された後世たちの例の4人組、こいつらがとんでもない、要するに能力のない堕落した人たちだったもんだから4人組追及で結局壊れていくって、まあ、鄧小平時代に移っていくわけですよね、まあ、4人組インテリでしたけどね、あの、うん、はい、ちょっと考えてることがおかしかったですよね、うん、だからまあそれのことで言うと、まあその胡春華ではなく言うのでない人たちがついた場合は、いやもうすでにですね、やっぱりその例えば6月にですね、うん、あの6月26日だったかな、あの、はい、習近平法治思想研究センターっていうのができたんです。法治、法で治める、法で治める思想研究センター、うん、これ何やるかよく分かんないんですけど、うん、おそらくですね習近平語録とか作るところだと思うんですよ。あ、4人組と一緒なのか。そうなんですよ、そういうものがもうできつつあるんですよ、うん、で共産党の歴史展覧館っていうのもできたんですよ、うん、あの6月に、はい、できたね。6月18日に習近平さん、あのトップ7連れて行ったんですけど、うん、ここもですねオリンピック公園の中に作っちゃったんですよ、うんうん、共産党の100周年のですね、うん、あの記念の建造物ですか、これ昔のソ連の建造物みたいなやつですよ、うん、こういうの作っちゃってですね、ここ の,、うん、あの 学生ですね、うん、小学校から大学までみんなこう社会科見学、うん、必修ですよ、うん、行くわけですよ、うん、でそこでその習近平講話とか学習しろというものを伝道みたいなの作っちゃったんですよ、うん、そういう風に なりつつあるんですよ。なるほど、そういうことですか。まあ私はまあその内ゲバを期待と言ったらあれだけど、期待してますよね。まあ私は多分まあそういう展開になるだろうなと、まあ直感でそう思うし、共産党 の, その権力闘争ってのは常にありますよ、うん、でもその共産党に変わるものってないんですよ、うん、あの組織がですね全国に463万箇所あるんですよ、うん、中国共産党って、うん、そんな組織他にないですから、うん、その自民党が崩壊したら次のこの党がってないわけですよ、うん、まあ、もう台湾の国民党持ってくるわけにいきませんから、そうすると変わりがないというところでね、うん、やっぱり安定を求める人たち多いんですよ、うん、まあ、問題あるけど、うん、まあ、今安定してるしなというところですよね、うんうん、まあ、今日はまあそういうわけでいろいろ議論してきましたけども、非常に面白かったです。高橋さん、あ、コメント何かありますか。いやいや、こういうのって議論じゃなくていずれ分かるんで、私一個予測言っとくとね、あ、はい、あのベトナム の, あの何だかな社会主義共産主義はね、いずれ10年以内に多分なくなると思いますよ、うん、なるほど。もうあの要するに TPP で市場経済にあの、うん、なんていうかな、
組み込まれちゃってるから、うん、あれはあれではなかなか共産党は生きていくのは大変だと思いますよ、うん、なるほど。だからそういうふうに予測でやるんでね、うん、これなんか10年ぐらいね私の予測が当たって、うん、また私ちょっと生きてるかもしれませんけどそうなったらね私を褒めていただいてね、外れたら外れたらね、まあそれはまだこの番組続くように頑張りましょう、はい、高橋さんが言ったと、はい、いうことです。最後あれちょっとこれも言っておこうかな。さっき私気がついたんだけど、まあ我々3人現代ビジネスってところにコラム書いてるわけだけど、長谷川さんのコラム最近面白いですよ。いやいやいや、ありがとうございます。いや私も高橋さんも近藤さんも現代ビジネスが2010年だったかな、あそうですね、1月にスタートした時の最初のライターなんだよ。もよく長く持ってんねこの3人は。編集長が変わってんのにさ、編集長がもうなんかかなり前にいなくなっちゃったのにまだ持ってる。テレ朝でコメンテーターやってますよ。瀬尾さんって、瀬尾卓さんって、そう今テレ朝のワイドスクランブルでコメンテーター、ワイドスクランブルのコメンテーターやってます。笑っちゃうよ。偉そうに飾ってますよね。いや彼が作ったそのね最初のこのコラム、ネットコラムっていうかネットサイトだったんだけど。ね、この我々3人はそう、うんね、最初を連れてきたらいいんじゃない、最初のスタートのコラムニストだよね、うん、言ってみれば同窓会みたいじゃないですか。いや、まあ、同窓会っちゃ同窓会だけど、そうですね、瀬尾連れてきたら面白いんじゃない、瀬尾連れてきたらいいや、それでなんか聞くところによると、いやもう編集長も何も何も変わったけど、現代ビジネスはその後ね伸びてるらしいね。今あの一月3億にあの PV ですね、これ3億超えたってトップですよ。本当2位の東洋経済が2億ですからね、すごい。だってスタートした頃ね1000万超えるかどうかでさ、僕ら大喜びしてたんだよ。全然ね、もう覚醒の感があります。すごいね、すごいです、すごいです。ちょっと我々貢献したよね。それにしてはずっとさ原稿でずっと一緒だね。あ、そうなんだ。ちょっとそれをさ言わなきゃいかんな。近藤さん言って。私ないですから。あなたさ、ほら講談社の人間なんだからさ、はい、今度言っといてよ。私今度は現代ビジネスの編集次長にも兼任することになった。あ、だったら、ちょっとあなたが決めてくれればいいんだよ。名前だけなんですけど。じゃああなた決めてくれ。じゃあ我々の名前だけ。ね、じゃあどう ?1 万円あたりね、高橋さん何パーセント要求する値上げ。私なんかほとんどなんかもうボランティアの世界になったね、あれね。じゃあさ、5割増しでどう？話題になってるのに、ね、倍増じゃん。倍増？倍増。じゃあ近藤さん、近藤さん、だってあなた次長なんだ。いや、何の権限もない。何の権限、名刺だけ。名刺？はい。じゃあというわけで、いや最後にいい話聞いてきたな。いい話聞いた。編集長に言っときます。値上げのいい機会。これで我々の原稿料は倍増をしていただけると。近藤さん、よろしくお願いします。はい。いや編集長に言っときます。というわけでどうも皆さん3回シリーズ近藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。